神戸電鉄青線。青線は、兵庫県神戸市北区の鈴蘭台駅から、兵庫県小野市の青駅までを結ぶ神戸電鉄の鉄道路線である。鈴蘭台駅木津駅間の急旬な5 0パーミルの勾配を超え、神戸市西区から三木市を中心に広がる住宅地と神戸市の中心部を結ぶ通勤、通学路線となっている。全営業列車でワンマン運転を実施しており、 ほぼ全列車がありませんと直通運転を行う。上り最終の鈴蘭台駅を除き、いずれも鈴蘭台駅でありませんの準急、または普通に接続する。以前は終電が早かったが、2001年6月23日の改正で新海地発最終が23時台から0時台に繰り下げられた。日中1時間あたりの運行本数は以下の通りである。 全日とも昼間時は、上りは、準急が、下りは、普通が運転される。このほか、平日朝、夕には、快速、急行も運転される。押し谷駅や大駅間は、すべての列車が各駅に停車するため、同駅間の駅の時刻表では、下り列車はすべて普通扱いで黒字で表記されている。平日朝に上りのみ、平日夕方に降りのみ、 それぞれ三本ずつ運転。上りはすべて深海地域で、うち一本は青駅始発、二本は小野駅始発。下りはすべて深海地発青駅、アイ駅、木津駅、小畑駅、栄駅のみ通過する。平日朝に上り一本、青初深海地域のみ運転。木津駅、アイ駅のみ通過する。 2012年5月19日から2017年3月24日までは日中にも運転されていた。2012年5月19日ダイヤ改正の設定当初は青駅発着が7往復、しじみ駅発着が4往復、いずれも新海地発着で運転されていが、2014年6月28日のダイヤ改正で青発の上り本がみ発に変更になり、 2016年5月21日のダイヤ改正では JR 加古川線、北条鉄道に接続しない青行きの一本が小野行きに変更され2009年3月20日のダイヤ改正で消滅した小野行きが7年ぶりに復活したが沿線利用者の減少に伴い2017年3月25日に行われたダイヤ改正で日中運転の休行は廃止となった 準急は、青線内では各駅に停車する。全日とも下りはほぼ夜間のみ運転。上りは、朝から夜間にかけて運転される。普通は、準急が運転される。以外の時間帯で運転。1936年12月28日に、三木電気鉄道の手で、鈴蘭台駅高野ゴルフ場前駅間が開業した。 当初から電気鉄道として建設されるも、電化工事の遅れから起動車、ガソリンカーで営業を開始した。ガソリン動力併用認可は開業同日である。芸イ鉄道、現在の JR 芸イ線からガソリンカー2両を借り入れたが、急勾配での運行は不調が多かったらしく、無認可で借り入れた蒸気機関車に牽引されている写真も残っている。当時の地方鉄道補助法による、 補助金を受けるには、1936年のうちに、開業しておかねばならなかったことが、未電化での無理な開業の理由である。翌1937年に電化が完成して、電車の運転を開始し、1938年には、三木福夕橋駅、現在の三木駅まで開通した。1947年には三木電気鉄道がありません。 三田線を営業していた神戸有馬電気鉄道に合併して、神有美機電気鉄道の路線となり、1949年には神戸電気鉄道と社名が改められた。1988年に現社名の神戸電となる。そして1951年に電鉄小野駅、現在の小野駅まで、翌1952年に青駅までが開業して、 鈴蘭台大駅青尾駅間の全線が開通した。2001年6月23日までは、しじみ駅以北は、地上設備の都合上入線できる最長の編成が3両、編成までだったため、昼間時の運転系統は、新開地駅しじみ駅間と、しじみ駅青尾駅間に分かれていた。そのため、しじみ駅では双方間の列車同士で乗客のみならず、 乗務員も乗り換えを余儀なくされていたり、双方間の列車が、おおむね3分未満で折り返して発車していくという、慌ただしい光景が、日常的に見られた。ラッシュ時には、新開地駅青江駅間を直通運転するが、しじみ駅で2両編成を増解決し、新開地駅しじみ駅間を4両編成以上として、輸送力を確保していた。また、昼間時の運転間隔は、 1991年改正以前では、西鈴蘭台駅までは15分間隔、それ以西は30分間隔が基本だったが、その後、三木駅までが15分間隔になり、さらに2003年には、小野駅までが15分間隔に短縮され、利便性が向上した。2001年6月23日始発から、恵比寿駅青駅間の改良工事が完成し、 青駅まで4両編成が入れるようになり、全列車が新開地駅青駅間を直通運転されるようになった。この頃のダイヤは青、小野方面駅は急行、準急といった優等列車が主体で、昼間時間帯は準急だけの運転であった。また、新開地駅は優等列車が朝夕中心に運転されていた。このため、それまで、 しじみ駅北では見られなかった2000系の4両編成や3000系、5000系が見られるようになった。以前の急行は、堺駅、小畑駅の両駅を通過していたが、通勤利用の利便を図るため停車させ、従前の急行停車駅での列車を快速と称して運転していた時期もあった。2009年3月20日のダイヤ改正から、以前の急行停車駅に停車する列車を再び、 快速として運転することとなった。2005年3月26日のダイヤ改正から、昼間時の新開地発はすべて準急とし、青方面発は普通列車で運転しつつ、鈴蘭台駅で、三田方面からの準急と接続を取るダイヤとして、所要時間を短縮した。この改正は後日の新規バスに対抗するための、ものであった。所要時間短縮に努めたものの、 山岳路線であり、速度が遅いこととほとんどの列車が、スズラン大異性は各駅に停車すること、準急と普通の停車駅の差はわずか2駅であったが、原因で効果は薄かったため、2007年3月31日のダイヤ改正より昼間時の準急の運転を取りやめた。しかし2012年5月19日のダイヤ改正で、昼間の深海地方面のみ準急が復活している。 青線は1990年代初頭まで沿線のニュータウン開発などが進み輸送人員が伸びていた。神戸電鉄は増発や編成増強などでサービスアップに努め単線区間の複線化も計画。すでに複線化用地の取得や路盤の整備などの設備投資も行われていた。しかし1990年代後半から路線バスとの競合、工事などが影響し、 輸送人員は激減。伏線化計画も停止された。青線は他線区より急勾配や急カーブが続く線形であり、もともと運行コストがかかる上、単線区間も多い。こうした青線特有の制約により、速達化にも限界があるため、路線バスとの競合は不利に推移し、慢性的な赤字を抱えるようになった。2000年代に入ると、 ついに路線の存続が困難な状態に陥った。その後も状況は悪化の一途をたどり、危機的な状況が続いている。各種企画乗車券の発売や、沿線ハイキングの実施等による観光需要の会にも取り組んでいるが、沿線はもともと集客力のある観光スポットに乏しいため、長期的な需要の喪失には至らず、神戸電鉄の経営努力のみで路線を維持することは、 極めて困難になっている。青線の年間輸送人員は1992年度の1420万人がピーク、その後は数年横ばい状態であったが、1996年度以降は輸送人員減に転じた。毎年1から1.5%程度という通勤、通学に相当する年齢の沿線人口の減少などの影響を受け、2007年度には ピーク時の約半分の743万人に2008年度には729万人にまで減少している。2009年度上半期4月から9月の輸送人員は対前年同期比4.5%約17万人マイナスとなっている。2003年までは競合する。 路線バスに対抗すべくダイヤ改正の度に増便を行っていたが、輸送人員の減少は止まらなかった。2009年3月、阪神南馬線開業に合わせたダイヤ改正を行い、乗り換え駅での他社線との接続を改善したが目立った効果はなく、また、同年4月には幅広い観点から鉄道事業の経営改善と将来計画を検討する社内組織を新設したものの、 抜本的な乗客源への対策は打ち出せなかった。1998年度の時点ですでに年間6.8億円の赤字が出ており、2001年度からは毎年年間10億円以上の赤字を計上している状況である。特に2006年度と2007年度は共に過去最悪の年間12.7億円の赤字を計上しており、 1998年度から2007年度の10年間だけでも約102億円もの累積赤字を抱えている。2008年度も年間収入約21億円に対し支出は約34億円であり12.7億円の赤字を計上している。加えて2004年度からは神戸電鉄が出した再生計画により国や兵庫県、神戸市、三木市、 この市から赤字補填のための補助金を受け、過労うじて路線を維持したが、当該計画による補助は2009年度で終了した。新規バスは1969年に、三宮、西脇営業所、西脇市間のバス運行を開始したが、1999年に経路変更が行われ西脇急行線となり、青線と一部並走するルートを経由する、競合路線となった。 その後2001年には、エビス快速線も開設された。青線は、ニュータウン開発された地域の南側を通るが、エビス快速線は、青線と一部並走する上にニュータウン内を経由するため、異語目に見えて、多くの乗客を取られるようになっていった。新規バス、特にエビス快速線は、新開地駅での乗り換えがなく、三ノ宮駅、三ノ宮駅に直通すること、 三木市のニュータウン内を通り抜けるため自宅そばにバス停があること、運賃が新鉄、神戸高速経由で三宮駅に出るよりは利安であること、高速道路を経由するため座席定員制で全員確実に着席出ることなど、利便やサービス面で青線に対して優位に立っており、特にしじみこは間ではかなりの利用者が手にした。2001年の開設当初と比較し、 2015年現在では、平日朝の三宮駅は、実質5分角となり、大幅に本数が増加している。また、三木市のコミュニティバスである三木、伊バスが、緑が丘地区と三木地区を結んでおり、それも要因の一つと考えられる。さらに、山陽自動車道の全通、整備により、神戸市伊東や姫路市伊勢へは、電車よりも早く行けるようになるなど、沿線地域内では、 車社会が定着して自動車での移動が主流になっていることや、また、加古川線の青い北及び、北上鉄道北上線から、神戸市内、大阪市内への移動は、西日本旅客鉄道、JR 西日本の新快速の充実や加古川線の電化もあって、加古川駅経由で JR を利用した方が、帰って早くなっていることも利用者減少の一因と言える。 新鉄は2009年から、青線の路線維持、利用促進、活性化のための広報活動を本格的に展開、パンフレットや自社ウェブサイトなどを通じて、沿線住民に対し青線利用を呼びかけるようになった。また同年、兵庫県、神戸市、三木市、小野市との協議機関として、青線活性化協議会を発足させた、委員は、神戸電鉄と沿線三市。 県は、立ち会い人。その第一回会議が2009年12月11日に開かれ、その後も継続して開催されている。新鉄は、協議会において、利用客を維持し、サービス水準を守れるようにしたいという考えを、示しているものの、長席時間帯以外の減便や、運賃値,値上げ、等も検討せざるを得ないとの見通しにも言及。神戸電鉄全体の業績は伸びており、 鉄道事業の営業成績も、おおむね良好に推移している中、青線の収支のみ悪化するという状態が、続いているため、最悪の場合は路線を廃止することを視野に入れ、バス転換した、際のコストのシミュレーションまで行っている。2010年、青線活性化協議会では、シンボルマークやキャラクターを募集するなど、青線への関心を呼び起こす活動を展開。また、現役時代に、 青線を利用していたであろう、高齢者など、交通弱者に、続線の利用、回帰を促すため、2010年10月には、青線活性化協議会の協力により70歳以上を対象にした、フリーパス、新鉄、高速シニアパスの販売を開始した。そのような中、新鉄は、青線の損廃について2011年度中に、判断する方針を固めた。 赤字額が10年連続で10億円を超える見込みとなった上、利用促進策への国の補助も2011年度で打ち切られる子や2009年度の形状赤字は12億7000万円であり、2010年度も赤字が10億円を超える見込みのため結論を急ぐことになった。2011年6月、新鉄は沿線3市に対しや線の上下分離方式、高有民方式による 存続案を示し、押しべ谷駅や大駅間 18km の鉄道用地と駅などの施設の買取を要請した。新鉄側が示した資産買取総額は計68億円、内鉄道用地が約13億円、駅などの施設約55億円、また、市別では三木市40億円、小野市26億円、神戸市2億円であり、買取後3市には新鉄に対し、 鉄道用地と駅などの施設の無償対応すること、施設修繕費などの負担も求めるというものであった。ただ新鉄の提案通りに上下分離方式を導入したとしても、2012年度は約7億5千万円の赤字、2021年度には9億3千万円の赤字になるという算も提示、青線が極めて逼迫した状況にあることが改めて明らかにされた。 これに対し三市とも上下分離方式は受け入れ困難であると回答した。三市はすでに多年にわたり青線の赤字補填を行っており、乗客数や旅客運賃収入が低迷している以上、さらに赤字補填を継続することになる可能性が高く、それに加えて、資産も買い取るとなると三市の財政負担が非常に大きくなることや、新鉄の資産に示された通り上下分離方式を 導入したとしても、抜本的な赤字体質からの脱却は実現しない、ことなど指摘。仮に、新鉄側が、資産買取価格を下げたとしても受け入れられないとの、意向を表明。沿線産市による、支援策は、行き詰まることになった。これを受けて2011年12月28日、神戸電鉄本社で新鉄と関係自治体による、会合が行われ、 兵庫県の主導で新たな支援の枠組みを協議し、2012年1月末までに、存続の結論を出すことになった。2012年2月7日に、井戸都市造兵庫県知事は、定例の記者会見で、兵庫県、沿線3市が新鉄と協定を締結し、2012年度から5年間、無利子で40億円を貸し付け、その間に、新鉄に、 コスト削減などの経営努力も求めながら2016年度までに全線の黒字化を促すと発表2012年度の廃止は免れることとなった5年間のうち2012年度2013年度2014年度の3年間については旅客運輸収入の目標値を定め中間の年である2014年度にその達成状況を検証した上で2015年度2016年度の 目標値の設定や、助成期間、方法等の再検討を行うことになった。また、一定以上の減収があった場合、三木市と小野市が合わせて、最大計1億円を収入補填することになった。パブリックコメントで提出された意見として、割引企画乗車券の発売や新規バス程度まで、運賃値下げを求める意見があり、2012年2月25日から、平日ピルマと、 土休日に使用可能な青線三宮ミア平日ピルマ土休日お得切符が発売された。一方で新規バスも平日ピルマと土休日に使用可能なチャージ金額が1.3倍プレミアプラス30%となる特用2コパを設定している。青線の大幅な赤字が伝えられるようになってからも沿線住民の反応は鈍い状態が続いていたが 廃止の可能性が言及されるに至った状況を受け、2012年4月、住民団体、青線の未来を考える市民の会、略称、青みかんが結成され、沿線住民による支援運動が組織化された。また活性化協議会は、同年7月に、青線サポーターズクラブを設立、青線の利用促進や活性化を支援する個人や事業者を募集した。 一方同年5月19日、神戸電鉄は、青線の一部区間の昼間時、運行本数を大幅に減便する、ダイヤ改正を行った。平日、土休日とも、日中毎時4本のうち、3本を、しじみ発着、急行1、順急2、しじみ青間を、毎時1本、急行とした。急行通過駅、あいな、傷のための普通などの増発は設定せず、 急交通う駅も、便数削減となった。さらに通勤時間帯も数本減便したほか、新開地発青行きの終電、普通を30分、新開地発尾の行きの終電、準急を15分振り上げた。新鉄は、路線そのものの維持、存続のための、終支改善計画の一環と説明した。二0 1三年には、地域公共交通の活性化及び再生に関する、 法律第5条第1項に基づき、青染活性化協議会において、地域公共交通総合連携計画が策定され、兵庫県と沿線3市による青染活性化策の方針が示された。同年7月、同協議会にて公表された2012年度の輸送人員は667万人であった。利用促進活動開始以降輸送人員の 減少幅は縮小し、2011年度の輸送人員は前年度より増加したものの、2012年度は一転して前年度比マイナス15万人の大幅減となり、2012年度の目標輸送人員730万人を大きく下回る結果となった。また、運輸収入は18億7000万円に止まり、2012年の協定で定めた 旅客運輸収入の目標値には届かず、前年度比4000万円の減収であった。一方2012年度の赤字額は9億7600万円となり、12年ぶりに10億円を切った。県と沿線3市による40億円の無利子貸し付け等の支援や昼間受限便などの経費削減化により、赤字額は前年度より2億2000万円改善した。 2013年度も乗客減が続き、電気料金値上げや消費税増税対応の影響により、赤字が増大するなど状況は2012年度より悪化した。2014年3月、三木市役所にて開催された青線活性化協議会の会合は、2013年度の青線の赤字が2月末の時点で再び10億円を超えており、 年度末まで20億9700万円に達する見込みであることが明らかにされた。また、輸送人員は2月末現在で年間662万人と想定され、目標の700万人を大きく下回り、旅客運輸収入もさらに減少している状態であることが公表された。2012年度に始まった県と沿線3市による支援計画では、 運輸収入の減少幅を毎年0.7%と想定しており、その数値を維持するためには年間700万人台の輸送人員が必要で、あるが2012年度2013年度と2年連続でこの数字に届かず、減少に歯止めがかからなかった。特に同協議会が2013年度に打ち出した。 通勤定期の補助制度については利用目標三百人に対しわずか三十五人の申し込みに止まるなどほとんど効果がなかった。このため、神戸電鉄側は二千十三年に同郷議会が策定したばかりの地域公共交通総合連携計画の再策定を求め、鉄道を拠点とした公共交通体系の再構築を連携計画に明記する神戸市、三木市、 おのしの都市計画で、駅中心のちづくりの推進を定めるなど5つの見直しを提案した。神戸電鉄担当者は、事情努力だけでは存続は不可能。住民の協力と自治体のサポートが不可欠と強調した。このような状況を受け、2014年6月28日に、再びダイヤ改正を行った。 平日朝6時台の上り急行2本を快速に、また朝夕の普通のうち新海寺駅11本、青方面駅7本、計18本を準急に変更。土休日についても、計13本を普通から準急に変更した。所要時間を短縮しラッシュ時の速達性の向上を図る一方、青線内の快速通過駅、坂へ、小畑のための普通などの設定増発はせず、 減便となった。また、しじみ駅やお駅間において、平日と休日ダイヤともさらに昼間、夜間の減便時間帯を拡大。昼間時間帯は9時台から30分間隔、10時台から14時台まで1時間間隔、夜間時間帯は21時台半ばから30分間隔の運行となり、青線全体の運行本数は削減された。 普通から準急への変更に伴い停車本数の減る、有馬線内の準急通過駅丸山、日踊り越えについては普通の増発はしなかったものの、ありません、および、神戸高速線、三田線、公園都市線についてはいずれも、全体としては増便となった。神戸電鉄は、輸送実態に合わせた見直しと説明している。2014年11月には、高齢者向けフリーパス、新鉄、 高速シニアパスの販売を2015年3月をもって終了することを決めた。神戸電鉄によると、既存の高齢者の鉄道利用には一定の役割を果たしたものの、アンケート調査の結果は、自動車利用者からの新規の利用は少なく、鉄道利用者を増やすことにはつながっていないことが明らかになったと説明。またパスは、割安な価格設定のため、回数券利用等を妨げ、 帰って減収減益につながっている可能性があったという。シニアパス廃止を受け、神戸市は2015年度より社会実験として、市内全域の70歳以上の市民を対象に、一定期間神戸電鉄全線が乗り放題となる割安の乗車券の販売を行い、利用促進の方策を探った。2012年度2013年度の状況を踏まえ、 2014年度には、兵庫県沿線三市と新鉄の協定に基づき、新たな数値目標の設定や、助成期間、方法の見直しを行うことになった。沿線三市の内尾野市は、青線の利用状況が一向に改善しない、現状を踏まえ、上下分離方式導入の検討についても前向きな姿勢を示すようになっていたが、2015年1月、宝来、勤務、尾野市長は、 分社化や上下分離も含めて議論を進めるべきだと表明。活性化協議会の利用促進策は大事なことだが、それだけでは経営の根幹は変わらない。経営責任は神戸電鉄にあり、透明化すべきだ。関係士も加わって、経営戦略を考える会議が活性化協議会とは別に必要。その会議で分社化や上下分離、運賃の値上げなどの議論を望む。 これまで事体が経営に直接関与するのは避けてきたが、そうは言っていられない時期に来ている党と路線の経営と存続について強い危機感を示した。小野氏は同年3月発行の市の広報、広報をの平成27年3月号から1年に、わたって青線に関する連載記事や特集記事を掲載し、市民の関心を喚起する取り組みを行った。 また活性化協議会も2014年度中、沿線飲食店と提携したスタンプラリーの開催や学生向けの青線、活性化案ンコンテストなど、こまめな支援策を展開したものの、路線の収支は改善しなかった。神戸電鉄は、同年3月30日の協議会の会合の最後に資料を配布し、路線存続のためには上下分離方式導入が、 不可欠と、初めて協議会において、こういうミニエ方式以降に言及。兵庫県、沿線3市による2012年度からの支援が残り2年となったため、遅くとも2015年度中に、地域公共交通のあるべき姿を定める必要があると述べた。神戸電鉄側は上下分離方式によって、 存続となった他路線の具体例を説明するとともに、他路線の配線事例も挙げるなど危機感を滲ませた。沿線三市は賛否を保留したが、座長の正治健一、神戸大学副学長は、青線が機能しているうちに議論する必要があると、もはや時間がなくなってきていることを指摘した。また同協議会に、立ち会い人として、オブザーバー参加していた兵庫県も2015年度より、委員とし、 神戸電鉄と沿線三市の話し合いに加わることになった。県は IC 乗車券の記録情報を分析し、データを活用する考えを示した。新鉄側が上下分離方式導入をめぐり踏み込んだ姿勢を示したことに対し、沿線三市の足並みの乱れが表面化した。小野市は議論が必要との姿勢を示す一方で、 三木市は上下分離方式については、協議会発足当初より受け入れられないと拒否している。3月30日の協議会において配布された、新鉄作成の資料に、路線存続のためには上下分離方式導入が不可、との新鉄側の提案が記載されていたことについて、協議会会長の北井新一郎、三木市副市長は、新鉄側が配布、説明した。 上下分離方式が記載された資料は、会長としての私が確認、承認したものではなく、また、競技会開催前に配布しないよう新鉄側に指示、下にもかかわらず配布されたもの、議事進行において、会長の指示が守られないと反発、本来一期二年で交代するべき、会長職を二期四年務めたとの理由から翌31日競技会会長と、委員の職を突如辞任した。 同年4月28日、三木市から市の町づくり部長が代わりの委員に就任したものの、三木市側の強い姿勢に対しての委員からは、戸惑いや不安の声が上がり、協議会会長は空席となる異例の事態となった。同年7月13日、三木市町づくり部長に代わりや部元義秀、三木市長が委員とな、公認の会長に就任した。 会長就任に際し矢部元市長は上下分離には言及せず、新開地駅経由、青駅経由で他社線と相互乗り入れを行うことを提案。放来、小野市長が示した関係士も加わって、A 戦略を考える会議が活性化協議会とは別に必要との意見を受け、青線存続に向けて議論する沿線3市長らの新組織を早急に設置したいと述べた。 さらに2016年1月、矢部本会長はこれまで新鉄と沿線自治体、住民の話し合いの場としての任意協議会であった、青線活性化協議会をについて、2016年4月より、地域公共交通の活性化及び再生に関わる法律に基づく法定協議会に移行させ、青線の地域公共交通総合連携計画について、同法により国から、 特定事業の認定を受けることを目指す方針を提案。また、青線存続に向けて議論する沿線産市長らの新組織については2月にも発足させる予定を示した。2015年度も青線の利用状況は低迷し、同年度の年間輸送人員は646万人に終わった。新鉄は2016年5月21日にダイヤ改正を行い、 青線のみさらに減便した。平日早朝5時台の鈴蘭台駅をの駅間の上下各1本を減らしたほか、青駅での列車発着時刻を見直し、小野駅青駅間については、青駅で加古川線、北条鉄道と接続していない列車の運行をすべ、取りやめた。2016年12月、兵庫県と沿線3市は、2012年度から行っていた。 無利子融資などの公的支援を2016年度をもって終了する方針を固めた。青線の収支は5年間にわたって全く改善しなかったものの、新鉄側の経費節減もあり、新鉄の鉄道事業全体は堅調に推移。すでに鉄道事業の形状黒字化を達成しているため、青線に対する無利子融資や三木市、小野市による収入補填については延長しないことを決めた。 2017年度以降も活性化協議会による利用促進策の推進や老朽化した車両や設備の更新に関する補助などの支援は継続される。2012年度から言った無利子融資40億円については2017年度内に新鉄が県と沿線三市に一括返済することになっている。2017年1月13日新鉄は 同年3月に実施するダイヤ変更の概要を発表し、この中で青線について、さらなる減便を明らかにした。発表時点で10時から15時台に毎時4本、運転していた青線西鈴蘭台駅、しじみ駅間について、毎時2本を減便、西鈴蘭台折り返しかし15分間隔から30分間隔に変更した鈴蘭台駅西鈴蘭台駅間。 しじみ駅や大駅間については変更なし。これに伴い内備中の急行は、上りが準急下りが普通に種別変更され設定がなくなった。無利子融資、収入補填などの公的支援終了を受け、2017年4月、活性化協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく、 同年度から2021年度までの地域、公共交通網形成計画を策した。同計画策定にあたり、2017年3月まで、沿線住民の意見を募った。沿線住民からは、相次ぐ減便やバス路線との競合により、さらに利用者が減るのではないか、バスとの乗り継ぎ改善、各駅瀬、駐車場などの再整備を行って、利便性を向上させるなどの声が寄せられた。 地域公共交通網形成計画は2017年4月13日の活性化協議会において最終案通り決定されたが、席上を募集した沿線住民の意見も紹介され、今後はこれらの声も踏まえて施策を進めることになった。2017年度はバストの乗り継ぎを示す時刻表の作成、車両更新の推進、全線開通65周年ことの実施。 沿線住民との意見交換会や出前講座の開催等の重点事業を実施する。活性化協議会は、青線の収支改善のみに注力せざるを得ない状況が続いており、かねてより沿線住民から要望があった施設の修繕、更新や駅構内の改良、バリアフリー化なども進展しておらず、なお課題が山積している。支援組織。 青センサポーターズクラブの会員数も減る一方であり、設立当初の3分の1にまで落ち込んでいる。沿線住民や事業者の関心は容易には高まらず、活動が思うように広がっていない。2017年7月、三木市長の交代に伴い中田和彦、三木市長が新たに活性化協議会会長に就任した。 中田新会長のもと初めて開催された同年8月の活性化協議会では、新鉄側から国の基準による輸送人員ではなく IC 乗車券の記録情報を蓄積した改札機データの解析による実利用者数が報告された。新鉄によると2016年度の実利用者数は832万404人、前年度比約9万8千人、現、2011年度の 約902万人から2016年度までに約70万人の減少であった。また過去の平均的な差をもとに推計した数値では、ピーク時の1992年度の実利用者数は約1846万人であったとみられる。ことから、新鉄は2016年度までに1000万人以上の実利用者が減少。すでにピーク時の半分以下の利用者数になっているものと、 推定している小野市は2017年9月1日より、コミュニティバス、ランランバスの路線として、新たに、柏山駅と小野工業団地、小野流通工業無団地を結ぶ、匠台ルート、ガッツ土用運行を開設したところ、ランランバス全体の2017年度年間利用者数が、過去最高の15万人を突破し、柏山駅の乗降客数が、大幅に増える効果があったという。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。